皆さんこんにちは。今回は太陽礼拝 B を一緒に行っていきます。太陽礼拝 A の動画を以前に載せたんですが、その時と同様に呼吸のフローに合わせて体を動かしていきます。太陽礼拝 B は少しアドバンスバージョンなので、無理をせずにしっかりと呼吸をしながら行ってください。そして今回はオアフ島のウェストサイドにあるマイリーピンクピルボックスというところで撮影をして、景色がとても綺麗なので、ぜひ景色にも癒されながら一緒に行っていきましょう。では早速マットの前側に立っていきます。両方の足先はまっすぐ前に向けて、骨盤幅に足を開きます。両肩の力を抜いて、両手体の横、サマステティヒ。では吸う息で両膝曲げて、両手頭の上、お尻を後ろに突き出して、吐いて腰から前に倒れたら、吸う息でハーフアップ背骨長く、吐いて腰を下ろしたら両足を大きく後ろにステップバックハイプランク。両膝いつでもついて大丈夫です。両肘を曲げてチャトランガ。吸う息、両手でマットをしてアップワードドッグ。両方のつま先を立てて、息を吐きながらダウンワードフェイシングドッグ。ではここから右足を両手の間に置いて、左足は斜め45度、両足しっかりと真ん中にハグしながら、吸う息で両手頭の上ウォーリアー1。吐く息、両手マットの上に下ろしたら、右足左足の横に揃えてプランク。ではここから吐きながらもう一度チャトランガ。吸う息で両手マットを押しながらアップワードドッグ。つま先立てたら両手でマットを押してダウンワードフェイシングドッグ。今度は左足を両手の間に持ってきたら、右足は斜め45度、両足しっかり真ん中でハグしてバランスを取りながら、両手頭の上吐いて両手マットの上に下ろしたら、左足後ろで揃えてハイプランク。両肘曲げて上体をマットの上に下ろしたら、次の吸い息、両手でマットを押してアップワードドッグ。つま先を立てたら息を吐きながらダウンワードドッグに戻ります。ここで5呼吸ステイしていきましょう。両手でしっかりとマットを押して、お尻を後ろに突き上げます。背骨長く伸ばして、鼻から大きく息を吸って体側長く、鼻から吐いてお尻をさらに空に突き上げて、太ももの後ろ側気持ちよく伸ばしましょう。ではラスト1回吸って、鼻から吐いて、では吸って両手の間を見たら、そこに両足を持っていきます。吸う息でハーフアップ背骨長く、吐いて腰を丸めたら両膝曲げたまま、吸う息両手頭の上、吐いて両手体の横、サマスティティヒ。ではもう一度吸って両膝曲げて、腰後ろ両手頭の上、吐いてフォワードフォールド。吸う息でハーフアップ、吐いて折りたたんだら両方の足後ろに大きくステップバックハイプランク。吐く息で両肘曲げて、上体をマットの上に下ろしたら、吸う息両手でマットを押してアップワードドッグ。つま先立てて息を吐きながらダウンワードフェイシングドッグ。右足両手の間に持ってきたら、左足斜め45度、吸う息で両手頭の上に持ってきてウォーリアー1。吐く息で両手マットの上に下ろして、両方の足後ろで揃えてプランク。両肘曲げてチャトランガ。吸う息でアップワードドッグ。吐く息でダウンワードドッグ。今度は反対、左足を両手の間に持ってきて、右足斜め45度、両足しっかりと真ん中でハグしたら、吸う息で両手頭の上ウォーリアー1。吐く息で両手マットの上に下ろしたら、両足後ろで揃えて膝いつでもついてください。両肘曲げてチャトランガ。吸う息で両手両足の前側でマットを押してアップワードドッグ。吐く息でダウンワードフェイシングドッグ。ここで5呼吸ステイしていきましょう。息を吸って、息を吐いて、今少し動いたことで速くなっている呼吸や鼓動をここで落ち着かせていきます。
両手でしっかりとマットを押して体側長く、首の後ろの力は抜いて。ではラスト、鼻から大きく息を吸って、鼻から吐いて、息を吐き切ったら次の吸う息、両手の間に足を歩かせます。マットの前側まで来たら吸う息ハーフアップ、吐いて折りたたんだら両膝を大きく曲げて、そのまま両手吸う息で頭の上、腰を後ろに引いて、吐いて両手体の横を覚ます、ティティヒ。では最後のサイクルです。吸って膝曲げて両手頭の上、吐いてフォワードフォールド。吸う息で半分起き上がってハーフアップ、吐いて折りたたんだら両足後ろプランクポーズ、両肘曲げて上体をマットの上に下ろしたら吸う息アップワードロック。吐きながら両手でマットを押してダウンワードフェイシングドッグ。右足を両手の間に持ってきて左足は斜め45度。吸う息しっかりとお腹を引き込んで両手頭の上ウォーリアー1。吐く息両手をマットの上に下ろしたら両足後ろで揃えてプランクポーズ。肘を曲げて体をマットの上に下ろしたら吸う息で両手両足の前でマットを押してアップワードドッグ。吐いてダウンワードフェイシングドッグ。今度は左足を両手の間に置いたら右足斜め45度。吸って両手頭の上ウォーリアー1。息を吐きながら両手マットの上に下ろして両足後ろで揃えます、ハイプランク。両肘を曲げて上体を下ろしたら吸う息で両手マットを押してアップワードフェイシングドッグ。吐く息でダウンワードドッグに戻ります。頭を少し左右にシェイクして首の後ろ楽にして、しっかりと呼吸を整えていきましょう。鼻から大きく息を吸って、鼻から吐いて、両手はしっかりとマットを捉えています。では次の吸う息、両手の間に両足を歩かせるか、できる方は両足を両手の間にジャンプします。吸って半分起き上がってハーフアップ、背骨長く、吐いてフォワードフォールド、両方の膝を大きく曲げたらそのまま吸って両手頭の上、腰後ろに引いて、吐く息で両手体の横さますテティヒ。では最後少し呼吸を整えて終わりにしたいと思います。吸って両手体の遠くを通って頭の上で合掌、吐いて両手胸の前、もう一度両手体の遠くを通って頭の上で合掌、吐く息で両手胸の前。皆さん今日も一緒に動かしてくれて本当にありがとうございました。今日も残り1日、素敵な時間をお過ごしください。ナマステ。またね。